大コウモリの肉は皮を厚めに剥ぎぶつ切り、軽く切れ込みを入れ調味料をもみ込み少し寝かせる。そして衣の準備、固まったのをほぐせば手でもげる。胴体部分はしっかりと。水にバジリスクの卵を溶き、小麦粉をふるい入れる。マンドレークを衣の中へ。もういいか？完成じゃ。すごく上手に揚がってる。